曜日お勤めかわいちょヘラちゃん。VTuber のウルハルシアと紅白出場の歌手マフマフとの同性疑惑があって、それを完全にウルハの片思いだったと否定されても、未だに炎上は落ち着かず、マフマフガチ恋たちの中には裏切られてブチ切れした人が多数いるとか。これ見てください。マフマフのために大学辞めて夜職まで始めたスパチャとグッズを誰よりも貢いだガチ恋発見で、写真にキーってなってたりして、ヘラって上がる。ルシアさんはルシアさんで、エンゲージリング。受注生産で、半年後に配送。そんで、キャーゼルフが、あははわいちょ。すごくね。そんな商売ある？ね、私そんなことした？でも、可愛いアクリルスタンドと、ペアのマグカップと、このリング付きで、12000円なら、ありかな。まあ、ファンならね。私もそのうち、グッズでボロ儲け、戦闘員諸君、ドッグフードの質を落として、貯蓄せよ。そんで何より心配なのが、ウルハルシアさんの前世名義アカウント、ミケネコミーちゃんさんが、どうしたら楽に死ねるのかずっと考えてると、不穏なツイートを投稿して即禁止してて、その後アカウントも消えてるんですよね。これやばくね？今回これこれの放送で片思いってことになってるけど、これ人気的にもマフマフの方が大きいし、彼女が片思いってことで全部責任を取った方が傷口が少なくて済むから、こういった片思いって形で一旦蹴りをつけたんじゃないかなって推測もできるんですよね。知らんけど。いやほんまに知らんのか。知らんな。知らんけど。いやほんまに知らんけど。知らんけど。だから全部彼女の方が悪いみたいになってて、それが嘘でも本当でもメンタルに来るよね。ルシアしよ。キレンがそのような色濃い商売をしている以上、その責任は大きくのしかかる。しかし、そのファンの中では純粋に動画を楽しんでいてくれた人もいたはずだ。元気を出せ。え、純粋に動画を楽しむって？ごめん。絵に声当ててるゲーム実況者の楽しみ方は私にはみじんもわからん。まあ、とにかく頑張れ。まあ、そんなちょっとやばいファンビジネスしてる人ってどんな気持ちなんだろうね。どんな気持ち？どんな気持ち？それに陥っている消費者どもよ。その金で救える命や愛する人はいないのか？貧しい。心も存在も。でもだ。私もそのうちグッズを作る。ただそのグッズが他と違うのだ。購入すると、なんと、金は自然に貯まるし、出会いも増える。しかも意識の高い仲間たちと情報交換し合い、励まし合える。そんな出会いの場を提供。今ならこのスコッティもついてくる。あ、エルモアです。有料情報で独立会議をサポートするぞよ。やるわけねえだろう。お前はお前、人は人。銀行の貸し付け？わ？行政の補助金？わ？クラファン令和の虎、そんなものに頼っているから、いつまで経っても取っちゃん坊や。自由になろうよ。ほら、飛べ、フライアウェイ。パタパタ。私も早くでかい家を手に入れ、犬を飼うぞよ。でかった。